生きづらい全ての方々に届け We are スターダム。今回ですね、スターダムの話をしたいと思います。ぜひですねスターダムを見て、プロレスラーの入場曲を聞いてですね、ジムに行って筋トレをして、好きな、ね、レスラー の入場曲を聞きながらこうトレーニングするっていうのがすごくねおすすめなんで、それやったらさらに体を作ってるレスラーの凄さっていうのが分かりますし、やっぱプロレスラーの入場曲って特殊だなっていうふうに思う。最近スターダムの選手ってみんな体作ってきてるなみたいな、腹筋割れてる選手も多くなってきてますし、まあ、背中の筋肉しかり体の強さだったりとか、まあ、去年も忙しくてなかなかそこができなかったと思うんですけど、新人のレスラーしかり、まあ、ベテランのレスラーもしっかりとね体のトレーニングをして、コンディションをどん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 作り上げてるんで、まあ、そこに注目していくとより一層楽しめるんだかなと思う。まあ、ちなみにですね、僕のおすすめの入場曲、僕が好きな曲はひな選手と花子選手でございます。結構ねひな選手も花子選手も好きなんです。どっちもね負けが込んでてちょっと悔しいんですけど、で今回はですね、新人のレスラーというかフューチャーの資格があるレスラーに対しての話をしたいなと思ってて、まあ、それを話をしたいなと思った理由は、ジャンボ鶴田さんの本だったりとか長州力さんの本とか三沢光晴さんの本だったりとか、まあ、他団体の若い手のレスラーの試合を見てとか、まあ、それこそ今矢上選手がキャッチザウェーブの試合に出てて、ちょっと僕は思うことがあって、特にですね矢上選手と、桜彩選手は蹴りで試合を作りすぎだなっていう風に思ってるんです。まあ、最初レスリングしたりとか、その動きのとこしてるけど、中盤以降ですよ。だから、4分か5分ぐらいのところで蹴りで試合作って相手を圧倒して勝つだったりとか、蹴りで惜しいとこ行って持っていくっていうのがあって。で、天崎選手も、正直、まあ、ドロップキックと強いエルボールがあるから、それを軸にしてくれればいいんですけど、もう、DDT、で試合を作るっていうのになってて、だから僕でそれはそれでもしかしたら良かったのかもしれないんですけど、まあ、最近のニューブラッドの試合しかり、まあ、最近やった新宿での里奈選手と七海選手のフューチャーの試合しかり、このニューブラッドのバーイナだったりとか、いろんなそのアイスリボンだったりとか他団体のレスラーがニューブラッドに上がってきた時に、こう本来であればスターダムのレスラーって他団体に負けちゃダメだと思ってるんですよ。なんでかというと環境がいい環境で最高の環境で、そのいろんなこの日程とかいろんなとこ移動してコンディション問題はあると思いますけど、最強のすごいいい環境で戦えてて、でエリートが集まってる集団だと思ってるんですよ。そもそもエリートじゃないとスターダムに入れないですからね。それで相手を圧倒するような戦い方で勝たないといけないと思ってるんですよ。でそれがもう最近他団体の若手レスラーの方がこう力の伸びしろとかこう上がり方とかがすごいなと思ってて、でそこのところでスターダムの若手のレスラーがこう負けてる、まあ負けもするし勝つ時もあるけど、さっき言ったみたいに勝つ時はこう蹴りをでゴリ押しとかで、相手は蹴り使わないですからね。で相手側のレスラーがこう蹴りとか大技とかそういうの禁止を使わないで試合の組み立てがうまいんですよ、やっぱ見てたら。で蹴りとか打撃系がなくても勝つみたい、あるとさらに盛り上がるみたい。でこれの理論としては、最初ちょっと言ったジャンボ鶴田さんとか長州力さんとか佐山悟さんとか三沢光晴さんの本を読んでると、こうやって大きい技とか派手な技ってすごく見栄えもいいし、それで盛り上がるし、でそれでこう試合を作れたりとか観客をわーって沸かすことができるんですけど、それって元々の基礎があるから、基礎的なことで盛り上げることもできるし、いざ大一番とかカウンターとかで盛り上げることができるっていう風に言われてて、じゃあ若手のそのレスラーの時にそれを学んどかないといけないっていう風に言われてるんです。だから若手のレスラーがその例えばエルボー、ボディースラム、ドロップキック、この3つ、頭、逆エビとかも入れてもいいんですけど、サブミッションちょっとね、まあ、スリーパーとか何でもいいんですけど、基本的と言われる技だけで試合構成をすると、みんな同じような試合になっちゃダメじゃないですか。
だからそれこでエルボーを強くしてもいいし、強いボディスラムを入れれるようにしてもいいし、あのロープワークからのドロップキックを強くしたりとかしてもいいですし、今またセイラメイ選手みたいにドロップキックであの一発やれる選手とかもいたりしますからね。強いボディスラムを入れたりとか、で強いエルボーを入れるようになったりするとかですね。いや、なんかエルボーの強さで言ったら天崎選手は相当強いと思うんですけど、だからエルボーを軸にすればいいのに、このシャニムリ DDT みたいなね、DDT で試合作ってて、なんかこうリナ選手との試合の時は DDT だけに試合を作らない、しっかりとレスリング作ってやってて、まあ、タイトルマッチとかではいいんですけど、他のとこで戦う時は DDT を軸にメインでしてると、じゃあ DDT しかしねえじゃんっていう風とか、さくら選手と矢上選手だったら蹴りしかしねえじゃん、まあ、それで勝つでもいいんですけど、その先になっていった時どうすんのってちょっと僕は思ったりしてて、うん、だからね、シュリ選手も言ってて、蹴りに頼るような戦い方をして欲しくないなって話をしてて、まあ、この間シュリ選手がゴッテスをコナミ選手と取った時に、まあ、基本的に打撃とかでメインでやってたと思うんですけど、別にあれ打撃をしなくてもシュリ選手もコナミ選手も強いですからね、まあ、より一層確実に勝つために蹴りを入れてて、蹴りとか打撃に特にこだわってるわけでは僕はないと思ってるんですけど、あの背中にサッカーボールキック入れたりとかね、そういう意味で言ったらリアン選手とクララ選手、特にリアン選手かなと思うんですけど、リアン選手は試合の組み立て方とかやっていきたいなっていうところがなんかこう明確というか、やりたいのはセイラメイ選手とか、まあ、キッド選手とか、まあ、ナツポイ選手とか安住選手みたいな形で早く動いてこうテンポのいい試合をするみたいな、まあ、ドロップキックしっかりで丸め込んだりとか、まあ、そこでまた、まあ、蹴りが入ったりとかするとより強くなるんでしょうけど、でもこうやってこうやられながらも試合をこう作ってしてるっていうところの工夫とか努力が見られるから、まあ、ファンとしてやっぱリアンはいいなと、リアンコールが起きるみたいなのはあると思うんですよ。でクララ選手もまあ、蹴りを使わないで、まあ、スピアをいかにどうやって出すかってのはあるとは思うんですけど、それ以外のとこもエルボーしかり、ドロップキックしかり、技の構築の仕方しかり、まあ、この間のニューブラッドの試合は面白かったですからね。受けて、で、まあ、もともと身体能力が高いですから、下手に難しい技とかをすると、この人、クララ選手ってスポーツ経験がなくても運動経験がなくてもプロレスラーとして、戦うことができるんだよみたいなってことを見せたいわけじゃないですか。だからクララ選手に憧れてプロレスラーになりたいっていうような人が出てくるといいなっていうふうに思ってもらいたくてレスリングをしてると思うんですよ。で、蹴りを重視にすると蹴りが強い人がレスラーにはなりたいって思うかもしれないですけど、蹴りができない選手はじゃあやっぱあんな蹴り受けるの痛そうだし辛そうだし、で新人の力あんなもらうんだよねとかちょっと嫌だなみたいな、なんかそういうのがあるんで、だから僕的にはこう1シリーズでもだけでもいいから、こう天崎選手は DDT 禁止だ、クララ選手も正直ときめきスピアだけどときめきスピア禁止とかで、矢上選手、桜綾選手はキック禁止ですかねとかして試合構築するとどういう風になるのかなっていうのは僕はちょっと気になってて、まあ、3年以内にフューチャーのベルトを取らないといけないから、だからもうそんな立ち止まってらんないからガンガンこうやっていかないといけないけど、じゃあ3年経ってフューチャーの資格がなくなった時にそっから伸び悩む気がしてるんですよ。ちゃんとしかもそのベースを作っとかないと、だ花子選手とかこう体のベースのデカさとかいろんなとこは強くなってると思うんですけど、この間マイカ選手と戦いで、まあ、チンチンにやられましたし、じゃあ団体のレスラーとアイスリボン選手でしたよね、戦って引き分けだしみたいな、で目標はニューブラッドにさせられるしみたいな、だ不遇も不遇ですよ。本当だったら花子選手のあの体の大きさと戦い方のでいけば、まあ、正直赤白 IWGP なんだったら5スターグランプリ出て、優勝とかね、あ準優勝とかそこのところに行くようなレスラーだし、こう人と並んで戦う時に どうやって花子に勝つのみたいな、花子と桜とか花子天崎とか、まあレディーとかだったらあれなんでしょうけど、夏っぽい花子にどうやって勝つのキットとかね、だからね、
いろんな今後の工夫をしていく時のためにも、まあ、今のうちにどうやって、レスリングを見せるかとか、どうやって試合構築をするかっていうのが、やっぱ多団スターダムの中だけでやるんだったらいいんでしょうけど、多団体のレスラーと、まあ、今後多団体のレスラーとどんどんやっていくこともあるし、今度 1.45 ですか、東京ドームで新日本プロレスの興行にスターダムが東京ドームでやったりするとかもあるってことになるんですよね。その時に、まあ、迫力があるとか、まあ、そんなはあると思うんですけど、どうやって見せんのかなみたいな。男子レスラーの大会で女子レスラーがキックバーンって入れてもやっぱ迫力っていうのは落ちるし、まあ、キックだったらやっぱ朱里選手とか、まあ、いろんなレスラーのなとこなんですけど、やっぱ普通に見たいのはエルボーの強さ、ドロップキックの強さ、まあ、ロープワークしかり、ボディスラムだったりとか、まあ、そういう基本的なところとか、もう細かい バックを取るテクニックとかね、なんかそういうところが僕は見たいなっていうふうに思ってて、だから今までのこのレスラーの積み重ねが他団体のレスラーに通用してないとか、もう他団体のレスラーの団体に乗り込んでもうベルト総取りとか、なんかそういうふうにねなったらちょっと余裕決めてみたいな、だからキャッチザウェーブで矢上選手出てるけど蹴りなしで優勝とかね、ただニューブラッドだったりとか他団体で戦う時に桜選手も蹴りしないとか、天崎選手も DDT しないとか、クララ選手も例えばクララ選手とリナ選手は別にいいような気がするんですけど、まあそういう風にね、ってなるとどん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 上がっていくんじゃねえかなみたいなっていう話でございました。